詩人壮王。詩人壮王は、東、アジア、中華文明圏において、大地の四方の方角を司る、詩人の存在に最もふさわしいと、伝統的に信じられてきた地性や、地層のことを言う。四地壮王とも言う。なお、詩人の中央に、王梁や麒麟を加えたものが、五神と呼ばれている。ただし、現代では、その詩人と現実の地形との対応づけについて、 中国や朝鮮と日本では大きく異なっている。中国や韓国における風水の詩人相応は、背後に山、前方に海、湖障、河川の水が配置されている瀬山林水の地を左右から差と呼ばれる丘陵もしくは、背後の山よりも低い山で囲むとで増風収水、風を蓄え水を集めるの形態となっているものを言う。この場合の詩人は、背後の山が、 玄武、前方の水が、スザク、玄武を背にして、左側の砂が清流、右側が白古である。日本の平安径においても、北の丹波高地を玄武、東の大文字山を清流さ、西の嵐山を白古さ、南にあった小倉池をスザクとする対応付けが可能で、瀬山林水を左右から砂で守るという風水の観点からしく、京都は詩人相応の地であった。 ただし、小倉ら家が完全に干拓されてしまったために、現代では、平安家は、スザを失っている。なお、平安京大大理北方にある、船岡さんは、玄武とするには定山に過ぎ、現代中国の風水の観点に立つと、船岡さんは玄武を伝ってやってくる山流が目指す、星峰と解釈される。なお、中国現代に編集された、火星全書である、 許可必要事類には、収書費用を映像宅用が収められており、そこには、宅地の戦地条件として、一夜宅舎、よく左有流水、E の清流、右有長道、E の白湖、前有池、E の須坂、あと、有給料、E の玄武、ため、再吉、屋拓は社、左に流水あるを干す。これを清流という、 右に長道あり、これを白虎と言う、前に池あり、これをスザクと言う、後ろに丘陵あり、これを玄武と言う、最も基地となす。とある。これは後に述べる、詩人イコール、山川道、沢説と同じであり、この説が中国由来であることを明瞭に示す。なお、ここにスザクを池すなわちため池とすることは、 宅地からの水溜めを示してい、これらが住宅の敷地の戦地に限定していることに留意すべきである。さらに、トンコ文書、柴洲立脈分けの中に、日本拠宅、左清流、あずま南流水、ぜひ清流、右白子、西大道、ぜみぎ白子、舞須尺、南ゆ池、ぜ舞須尺、五玄部、北ゆ大丘梁、ぜ玄部、 およそ巨宅、左清流、東に南流する、水あり。これ、左清流なり。右白湖は西に、大道あり。これ、右白湖なり。全須作は南に、池あり。これ、全須作なり。五玄部は北に大丘領あり。これ、玄部なり。とある。この文書は、出自から、当の頃のものと考えられる。これらは、書用と、 同じく住宅に関する詩人である。日本でも古く、平城系、平安系は詩人相応のととされたが、詩人とは、清流、白虎祖作、玄武と考えられてきた。このことは、平城系の先都の御事のりに詩人でなく、四金、四つの動物と書かれていることから容易に推測される。この詩人について、山川道、沢説に従って、 具体的に地理的に否定する試みが近年左官になっている。例えば平安系について東清流を鴨川に西百を、山陰道、南須舎を小倉池、北玄武を船岡山にそれぞれ当てる説が昭和50年頃から村井康彦らにより広められ現在ではこれが定説になったがある。これに対して足利県領は西百光、大道を 平安系政編に沿って設けられたとする、木島王子。この道は、資料的にも考古学的にも認められていない、南須雀、沢藩は、下戸場付近の遊水地との新設を主張した。別に、南山大学教授の目崎重和は、清流イコール鴨川、白古イコール宗家級もしくは西山、山陰道、須雀イコール、小倉池、玄武イコール千岡山、 北山という説を述べた上で、党を守る風水の目はいくつもあっていいし、多様に考えてみて、京都新聞の記事、K の風水よりと話しており、複数の詩人と応募式ポイントが、学者や風水研究家から提出されているが、いずれも現代に至っての説であり、平安時代から江戸時代にかけての書物に、詩人のことや、山川道、沢のことは見えても、 それを具体的地名に不快した説は見えないから、定説とはなり得ない。一方、こうした従来の、四人イコール四騎にイコール、山川道、沢説に対して、最近に至り、異論も唱えられている。大阪大学客員教授の木、エートールは、風水説である、天神十道が当てはまると考えており、船岡山、大文字山、西山、神奈美山、 在京田辺氏を詩人として、その交差点に大極殿を建てたという説を立てた。この説の図が、中国哲学研究者で、風水、疫学についても、著作のある三浦国はこの説に否定的な見解を述べている。歴史考古学研究者である加藤茂雄は、平安系詩人層を説に疑問を提しつ,つつ、仮にそうであってもそれが、山川道沢であったはずはなく、 中国起源の都市風水にり、三平南海の地形であった都市、三平を京都盆地の東、北、西の三方を囲む山、東山、北山、西山ではないかとしている。以上に述べたように、現代の日本では、辞表のような、詩人を山川道沢に対応させる解釈が一般に流布している。しかし、この対応づけは古来定まっていたというわけではない。 例えば、平城京は、平城の地、四金化ノーとされているものの、辞表の山川道、沢の詩人相応とはなっていない。詩人イコール、山川道、沢説の転居となっているのは、現在確認されているところでは、策定期である。策定期は、神殿作りを念頭に置いた庭園の作り方を述べた書き物であり、理想の庭園の姿として、詩人イコール、山川道、 沢説を記述する。そして詩人としての山川道沢がない場合に、特定の種類の樹木を特定の本数植えることで、詩人イコール、山川道沢の代用となることを説いている。特定の樹木を代用にするという点は先に述べた、収書表映像卓用にも同様の記述があり、作定期のこの部分は中国から将来された書物から引用されたと推測される。しかし、 作定記は、庭園作りの作法の解説という性格上、平安系についての言及はなく、ましてや平安系のどこが、山川道、沢のどれと対応しているかといった具体的地名などは、全く記されていい。作定記はその内容から、平安時代末期の作とされており、詩人イコール、山川道、沢説は、 策定器が記された平安時代末期までしか遡り得ないのが現状である。今後は策定器が参考にしたに違いない中国の文献を探し出し、それが我が国にもたらされた時期を明らかにすることが必要であろう。その上で作りたくや造園の詩人が都の戦地の詩人になぜ引用されたのかそのプロセスと時期を明らかにする必要もある。 現在の日本で詩人を山川道沢に対応させる解釈が一般的となったのは平安系をモデルとして清流イコール鴨川、白虎イコール山陰道、須坂イコール小倉池、玄武イコール千岡山の対応付けが比較的うまくいったと考えれるようになってからである。平安系に限って言えば戦地の際にそうを伴っているから風水も戦地理由の一つであった可能性はあり、 詩人相応の地というのも詩書には、現れないものの平城銭との御事のりに、四金図に叶い取るところから、失われた平安銭との御事のりにもそう書いてあった可能性は、ある。だが、その詩人が、山川道沢だったとするのは、根拠白弱だし、ましてや、その山川道沢をそれぞれ具体的地形に、当てはめいたとは、到底言えない。ここには、 宅地風水と都市風水は別物だという基本的な理解が欠けている。都には諸国から大道が通ずるべきなのに、西大道一本でいいとする山川道、沢説が都市の水として不適当なのは明らかであろう。京都が詩人層を後であったというのはさておき、船岡山、鴨川、小倉池、山陰道などを挙げて平安戦闘を論じることには全く根拠がないと。 すべきである。以上のように、仮に、平安遷都の際に、詩人相応が唱えられたとしても、そのうちに、山川道沢がイメージされていたか不明である限り、学者たちが、その否定に薬器になること自体、不毛の論議と言える。鎌倉時代になると、あずまかが元年十月二十日日の都羊城によれば、朝廷から派遣されていた、安倍国道以下七人恩明氏と、 奈良幸福寺の僧で法院であった、陳誉丸との間で御所の移転先をめぐって、論争があったが、陳誉丸は、策定期にある山川道、沢の詩人僧王を採用して、若宮王子を詩人僧王の地として推している。北条康時の鎌倉幕府は、陳誉丸の説を採用して、火六元年、1225年に御所を若宮王子に移転させた。陳誉丸の言は、 以下のように記録されている。若宮王子社、海衣詩人総王承知なり、西社大道南行、東ず川、北ゆ鶴武氏、南深市海水、下淳地所云々。大維若宮王子は、詩人総王の承知と言うべきである。西は、大道が南行し、東に川あり、北に鶴武氏あり、南に海水をたたえており、地所に、淳図べきである云々。 このように朝廷から派遣されていた安倍国道以下七人恩苗師と陳誉丸との間で論争があったということは朝廷の恩苗料では山川道、沢の詩人総王は採用されていなかったことを意味している山川道、沢の詩人総王が8世紀公用に建設された平安京戦地の思想的背景であるとの前提に立った主張については今のところ裏付けがないことに留意が必要である そして、江戸時代以前の都市デザインが、詩人相応となるように設計されていても、その詩人が、山川道沢であるとは考えにくい。例えば、平城京は、その県都にあたっての省徴に、宝根、平城の地、四金かの図、三宮作鎮、亀勢並十。片に今、平地色の地、四金図に、かの日、宮山沈めを、作、なし、亀勢並に、十負。 とある。この、四金図に、可能比とは、詩人相応のことであり、奈良時代には、平城系が、詩人相応の地であると考えられていたことを、確認できる。平城系の立地は、平安系で説かれるような山川道沢には、当てはまらない。しかし、それを詩人相応とする以上、奈良時代には別の解釈が取られていたことになる。四金図に、可能日あるいは、詩人相応の地というのに、 具体性はなく、単なる美字励クかもしれず、また、宮間鎮を作詞とあるところを見ると、平城系の東西と北にある、丘陵地を指すと考えられ、詩人のうち少なくとも、三上は、丘陵地のことであったとも下せられる。また、鎌倉時代後期の詩人採用書では、その中山を現部にあて、基人金炉をスにあて、とあり、須ザに、基人金炉が対応づけられていることがわかる。 平安系についても、江戸時代の、と名所図へ詩人相王の地の項に、詩人というは、東を総流、西を白戸、南を祖作、北を玄武と名付けて、四方に各のごときの鬼神の像ありと思うはひなり。元県の二十八宿を四つ割りにして、七世ずつを、四方に配して、その星の像より起こるななり。割り中、当該制度どりどり。とあり、山川道。 沢説には全く触れない。さらに、流栄機関によれば、風この江戸城、天下の城の角に、可能日、その土地は、詩人総王に、愛可能襟と記されており、流栄機関の著者である、菊池渡る門にとって、江戸城は、詩人総王の地に建設された城郭であるが、詩人イコール、山川道、沢説を採用するとすれば、同比き目に見ても、 スザクとなりそうな東京湾は、東から南東を経て南への広いりがあるわけだし、ビアッコとなりそうな甲州街道も、単に西に伸びているだけである。このような地形をもって、詩人イコール、山川道、沢節に合致しているとするのは、県境深いと言うべきだろう。さらに言えば、姫路城や福山城、熊本城などを、山川道、沢の詩人応とするもの同様に後世に作られた。 解釈である。名古屋城について、金城音古録では、冥府五城のごときは、道を四道に開かれて、四方より、人民服装すること、あたかも天下の城のごとく十里に、県地を置き、東は山、南は海、西北は木曽川あり、その中間、三十五里を隔てよう外説したもう、中略、先は、東は、ヤゴ都山の鳥で咲く、西は、沙田、 清志州の陣や、中略、城、場、各の山を、備え、詩人相応の用地の城とは、これを去る建築るなるべしと記述されている。城郭として、国宝第一号の名古屋城が詩人相応とされていることから、詩人相応の考え方が、上智選定の一つの要因して考慮されていたと考えられるが、その詩人相応は、山川道沢とは明らかに異なっている。 このことは、詩人層が単に良い土地であることの言い換えに、過ぎなかった可能性を示している。また古代中国の風水では特定の方位について、固定した気境を取る考えはなく、鬼門、裏鬼門を忌むのは、日本独自の考え方である。その点で、太財府の鬼門を守るために、太財府建設時に、鎌戸神社が創されたという、鎌戸山休記の記述から、 疑問という概念の出現する前提としての風水が、太宰府の都市計画、北の大野山、大城山を、現部、東の五笠川を清流、西の西海道を白古、南の田園及び二日、四温泉をスザとするが建てられた時に存在したという主張は確かなものではない。このように、詩人総王の解釈は、古代から近世にかけて変化し日本独自のものと、 なったと考えられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。